はい、こんにちは、まえぽんです。皆さん、一つ前の夢つきオンラインの遊び方の動画は見ていただけましたでしょうかね。まああちらでね、ゲームの遊び方全般の説明をいたしました。で、今日こちらの動画なんですけども、今度ですね、まあせっかくなんで、この夢つきオンラインの機能であるパーティーというやつを使いまして、まあ皆さんと一緒にちょっと夢つきをプレイしようかなと思ってます。いわゆるツアーですね。そちらのやり方を紹介したいと思います。準備としてはですね、2つあります。1つはまずね、当日までにパーティーに加入していただくこと。それから2つ目がちょっと使うかどうかわかんないんですけど、僕のセーブデータを皆さんにお渡ししますので、全く同じ条件でね、ゲームがプレイできるように、そのちょっと条件を整えていただきたいと思います。まずパーティーへの参加の仕方ですけども、まあ多分ゲームの中のどこでもいいと思うんですけどもね。まず、パーティーに加入した状態を保持するために、ログインした方がいいと思うんですよ。なので、ちょっと事前にこのアカウント設定はやっておいてください。で、それをやっていただいたら、このパーティーを選びます。でね、この中にですね、これがあるんですよ。なぜこの名前にしたのか。マヤポンの仮設住宅というパーティーがありますので、ここに、入っていただきたいと思います。で、このパーティーの仕様なんですけどもね、一応一人が入れるパーティーは一つだけらしいんですよ。まあただ、なんか別に出たり入ったりは自由っぽいんで、まあもし今すでにパーティーに参加されている方は、その当日だけ抜けてこちらに入っていただいて、でまた元に戻るっていうのでいいと思います。あとですね、多分これホストである僕がログインしてないと皆さんが入れない可能性があるんで、まあちょっともしかしたらログインのチャンスに恵まれないという方もいらっしゃるかもしれないんで、ツアーの前にですね、事前にその準備の時間設けますので、その時に入っていただければ大丈夫です。ちなみに今のところツアーはですね、8月の17日を本番にしようかと思ってるんですけども、どっかで事前準備とかした方がいいかな。もしかしたらテスト放送なんかするかもしれません。なので、事前にこのパーティーに、まあ事前もしくは当日始まるまでにこのパーティーに入っておいてください。パーティーに入っておいてもらえればね、このチャットのパーティーチャットというところが使えますので、まあ、ここでチャットしてもいいと思います。パーティーのメンバーにしか見えませんので。それでちょっとややこしい話なんですけども、皆さんが当日どういう風にやるか、YouTube もしくはニコニコで僕の配信を見ながら、このゲームを起動すると、配信の方からもゲームの音流れてくるし、この今プレイしてるオンラインの方からも音が出るので音が二重になると思うんですね。なのでその場合はまあそれでも構わない場合はいいんですけども、遊び方の動画でもご紹介したんですけども、 Chrome と Edge でこの機能使えるらしいんですけども、複数タブが開いておいても開いて音が出てても、このタブのところで右クリックしてミュート、サイトをミュートというのを選ぶと特定のねタブだけ音消せるんで、例えばこっちのオンラインの方の音は消して配信の方を音聞くみたいなことできると思いますので、これはちょっと事前にご準備ください。スマホの方はどうやるのがいいのかちょっとわからないので頑張ってください。あとはですね、最初このツアーはですね、初めからの状態で開始したいと思います。何もエフェクトとか取ってない最初の状態ね。そっから始めるので皆さんまあ同じ条件で始められるとは思うんですけども、もしかしたらちょっと僕のセーブデータを使う可能性もありますので、そちらもちょっとご案内します。今 YouTube ニコニコこの動画の説明のところにリンクを貼っておきます。僕の Google ドライブにセーブデータ、最新のセーブデータをアップしておきますので、皆さん事前にそれをちょっとダウンロードしておいてください。多分スマホでもこれできると思いますが、一旦データをダウンロードしてください。でこのセーブデータをアップロードする、ここからですね、僕のセーブデータをアップしていただければ皆さん多分同じ条件になるので、エフェクトとかも持った状態から始められると思います。なので大きくはまあその2点ですね。ちょっとあまりこういう視聴者参加型みたいなのはやってなかったんで初めてになりますのでね、ちょっとうまくいくか分かりませんけども、まあ、何かありましたらツイッター等で教えてください。まだこの夢つきオンラインをプレイしたことない方もですね、事前に触っといていただけると、まあ当日スムーズかと思います。まああと実際にそのツアーやる日ですね、ちょっと準備の時間は長めに取ろうと思いますので、まあそこはご心配なさらずということで、よろしければ夢つきオンラインのツアーに参加してください。よろしくお願いします。じゃあねー。